ボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国、またはボルガドイツ人アスラはソビエト連邦内に存在した自治共和国。首都はエンゲリス。1924年1月6日に建てられたが、1941年8月にヨシフスターリン政権によって倒された。1940年のボルガ川沿岸地図に装置されている。 ロシア内戦の合間もボルガドイツ人への敵手は続き、赤軍によるボルガドイツ人コミュニティへの猛攻撃が相次いだ。戦乱の余波としてソ連を襲った基金によって、ボルガドイツ人の実に3分の1の人口が失われた。自治政府が発足した際に、恩赦が宣告されたが、実際にそれが適用された者はほとんどいなかった。1920年代に、 ソ連で実施された民族政策によって公式文書におけるドイツ語の使用が促され、ドイツ民族が支配的地位に立つことが推奨された。1939年の国勢調査によると自治共和国内に60万5500人のドイツ系住民がいたという。ソ連においての第二次世界大戦が始まると、独ソ戦は大祖国戦争と名付けられたが、 ボルガドイツ人自治共和国に終幕が下ろされることになる。ソ連政府によってすべてのドイツ民族が人民の敵であると宣告され、ロシアの一般大衆にボルガドイツ人に対する迫害や恐怖心を膨らませた。1941年8月28日にスターリンはボルガドイツ人追放宣言を交付し、ボルガドイツ人自治共和国の解体とべてのボルガドイツ人を カザフソビエト社会主義共和国やシベリアに強制移住することを決定した。終戦後、ボルガドイツ人はボルガ地域に帰国しないとする契約書に署名を強いられた。1953年にスターリンが死ぬとボルガドイツ人の待遇は急激に改善し、1964年に二つ目の宣言が発布された。の民衆を告発、弾したことについて、 政府の非を公に認め、ソ連国民に対して、ボルガドイツ人の経済的、文化的発展に、あたうる限りの補助と支援を惜しまないようにと迫った。翌1965年に、ボルガドイツ人追放令は公式に撤回され、無効とされた。それでもボルガドイツ人自治共和国の再建はなされなかったのである。これは、ボルガドイツ人のロシア文化への同化を迫る結果となった。 ソビエート連邦の崩壊後、多くのボルガドイツ人は帰国権を盾にドイツに出国した。このような集団移住は、ボルガドイツ人の多くが、もはやドイツ語をわからなくなっているか、あるいは少ししかわからなくなっているという事情にも、かかわらず、しばらく続いた。しかしながら1990年代後半に、ドイツ政府がドイツ語を少しも返さない、 ドイツ系ロシア人の定住に手を打つと、とりわけ、ボルガ方言のドイツ語でさえわからなくなった、ボルガドイツ人にとって、ドイツへの出国はいよいよ難しい問題となった。下記に、ボルガドイツ人アスアの人口と民族構成を示す、主要な都市、ありがとうございます。